皆さんこんにちは、サンプラスの佐伯亮です。この動画は俳優である僕たちが中国語でのセリフに挑戦して演じる短編ドラマです。セリフを通じて一緒に中国語を学んでいきましょう。今日登場するフレーズは他在哪儿、 5W のうち Where、 どこを表す言葉です。場所を尋ねたいときに使える基本的なフレーズ、ドラマを見ながら一緒に練習してみましょう。接下来第五道题，您是来干什么的？别告发我的盗用好吗？你的作品出事了，应该高兴吧？我的新作一直想不出好点子，我可以给你钱。第六道题，他在哪儿？ここで今日のフレーズが出ました。発音を聞いてみましょう。他在哪儿？彼はどこにいますか？このフレーズを分解してみると、在で何々にいる、後半のなが、どこという意味にあたり、彼何々にいる、どことなっていますね。例えば友達と待ち合わせの時など、主語をあなたを意味するに変えて、に在哪、どこにいるのと言えると便利ですよね。それではもう一度発音をおさらいです。他在哪儿、いかがですか？それではドラマの続きをどうぞ。他在哪儿？